やあみんな、お待たせ。ビーストウォーズの始まりだ。ザ・バーン。どこまでも。いや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 、今日初めてビーストウォーズを見るっていうみんなのためにいろいろ説明するからよく聞いてくれよ。私、ゴリラのコンボイが率いるのが正義のトランスフォーマーサイバトロン。俺様たちが悪のトランスフォーマーデストロンだ。ちなみにトランスフォーマーっていうのはロボットからいろいろな姿に変身する超生命体なんだな。我々サイバトロンは惑星エネルゴアでデストロンと壮絶な戦いを繰り広げていた。俺様の罠に引っかかったコンボイはドッカーン。あの時は勝ったと思ったのにな。その衝撃でクォンタムサージっていうエネルギーが発生して、そいつをモロに浴びた俺たちはトランスメタロスに進化したじゃん。ピッカピカボディがかっこいいじゃん。大変だ大変だ。どうした。ここ惑星エネルゴアは400万年前の地球だったんだな。バカめ、今頃気がついたか。俺様は過去の歴史を変えてこの星を、いや全宇宙を支配してやるのだ。んじゃあデストロンのメンバーを紹介しよう。俺様がリーダーのメガトロン。メカテラノサウルスに変身するのだ。はっきり言って強いぞ。私はタランス、メカクモに変身するっすよ。僕はピーター勝ちなんだブーン。えー、ごっつんこインフェルノだ。ごっつんこありだぞ。ごっつんこはーぎっちょんちょん、クイックストライクだぎっちょん。サソリとコブラのフューザー戦士だ。はーぎっちょんちょん。わしがランページじゃ。でっかい髪じゃ。文句あるやつはぶちしまく。文句はないが、正義の味方サイバトロンも自己紹介させてもらうぞ。おいらラットル、メカネズミだよ。ちっちゃいけど頑張ってんだ。俺はチータス、メカチーターに変身して空も飛べるじゃん。僕ライノックスサイなんだな。発明の天才なんだな。私シルバーボルトです。オオカミとワシのフューザー戦士です。糸を巻き巻きデプスチャージだ。メカエイだ。ブラックウィドウよ。ジョローグモに変身するっしょ。わけあってサイバトロンにいるっしょ。そして私がサイバトロンの司令官コンボイだ。まあどっとどっと、どうしたのその体。実はメガトロンの狙いはサイバトロンの伝説の勇者を暗殺することだった。その勇者が死んでしまえば子孫である我々は消滅してしまう。そこで私はメガトロンに攻撃されて傷ついた勇者のスパークを守るため、私のスパークと合体させた。スパークっていうのは魂みたいなものなんだな。すると不思議なことが起きた。私の体が巨大化し新たなパワーを得たのだ。で何ができんのよ。見よ、驚異の4段変身。まずはロボットモード、ダブルキャノンが必殺武器だ。そしてビーストモード、100万ゴリラパワーで戦うぞ。さらにジェットモード、巨大ジェットに変身して空を飛ぶ。最後にタンクモード、どんな敵も蹴散らして突き進む。もうゴリラと全然関係ないじゃん。ビーストウォーズメタルスコンボイ大変身。伝説の勇者のスパークとコンボイのスパークが合体を始めたんだな。もうすぐだ、頑張ってよ。コンボイ生まれるのか。男かな女かな。パワー最大。新しいコンボイの誕生なんだな。ロボットが合体するなんてさ、古いアニメの見すぎじゃないの。おいコンボイを見てみろよ。ダダンダンダダン。コンボイ気分はどうだい。うわ気分はでけえ。最高だ。ジャンボマックス、ヒーローごっこはそこまでだ。でっかくなったからっていい気になるなよ。やっておしまい。ぶっつこう。ビーストモード、ロボットモード、いい加減にしろ。無駄な争いはやめるんだ。
ライノックス、勇者の治療を急げ。なるへそのゴマラー油、なんちゃって新しいコンボイの誕生ってわけか。争いはやめるんだ。そのスパークが消えてしまえば歴史が変わってしまうからな。戦いは勝っても負けても傷つくものだと言っているんだ、メガトロン。まだわからないのか。ごちゃごちゃうるさいぞ、ごっつんか。お前の出る幕じゃない、すっこんだろ。平和な時代がやってくると信じてるようだが違うぞ。全宇宙はこのメガトロン様が支配するのだ。平和などくそくらいだ。自由と平和は全ての生き物に与えられた権利だ。俺様の邪魔をするな。こいつにいくら言っても無駄だよ。体に教えてやるぜ。こちらからは手を出すんじゃないぞ、ラットル。もしもたまらん。やめろ。ワスピーだ、攻撃開始だ。わかったブーン。正義だろうが悪だろうが強い者が勝つんだよ。逃がすな。奴を野放しにしたら大変なことになってしまう。みんな聞いたな。立て、立つんだ。ここは僕に任せて。ジェットモード。ガッツンカウ。おめでたい奴らだな、サイバトロン。化石になってゆっくり眠るがいい。永遠にな。なんの？ネズミってこと？心配するな、ラットル。みんな私についてくるんだ。タンクモード。ガウガガウガガウガウ。売られた喧嘩は買わねばならん。チータス、私についてこい。ジェットモード。一人だけあんな体になっちゃってさ、ずるいじゃんかよ。まあしょうがないんじゃない、一応主役なんだからさ。ね。さあ早く行っていちょ。ルン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 。なんだ変身。お手で撃つべし。わあ、やっぱりやられた。おお、チータスは急には止まれない。そうか。正義は必ず勝つのだ、メガトロン。そいつはどうかな。ああ、お父さんだ。今帰るよ。
ました。ロボットモード、どういうことなんだろう。こいつの体はトランスメタル超合金でできてるんだな。つまりメガトロンの仕業ということか。絶滅したラプターをトランスメタルテクノロジーで蘇らせたとすれば、他にもクローンがいるんだな。やれやれ、厄介な敵が増えたな。ドアが開きます。ドアが閉まります。もう気をつけるっしょ。やっしゃ、捕まえた。どうも。あ、いつからお猿の保育園になったの。どうせなら首に紐つけて何か芸でも仕込んだら。そう言うなよ、あいつらの村が見つかるまでの辛抱じゃん。ダメよ、いきなり惚れたね。話してよ。いやあ、そう、プリプリすんなよ。仲良くしようじゃん。すまんが、誰か子供たちを村まで送ってきてくれ。ブラックウィドウ。私？いやよ、あんたが空飛んでいけば。それがここのセンサーじゃ村がわからないんだな。空から村を探すのはかなり難しい。だが歩いていけば教えてくれるさ、子供たちがな。ゴリラなんだからお猿を養子にでもしたらどう。この子たちのためだ、とにかく頼む。メガトロンはサイバーラプターを作り出した。何か企んでるのかもしれん。くれぐれも気をつけてくれ。メガちゃんの気持ちはよくわかるよな、元デストロン。ラットル、いい加減にしろ。褒められちって。つまりお猿も私も邪魔者ってことね。僕も一緒に行くです。ダメだ、まだダメージが残ってる。それにお前は彼女に優しすぎる。この仕事のパートナーには向いていない。じゃあ俺が行くじゃん。何を。よかろう。ったく、うっそーん。やった。他の者はここに残って防御システムの調整をしてくれ。以上だ、解散。チータス超ムカつく。先についてきて。腕を大きく振って足を高く上げて。ねえラットル、チータスやたら気合が入ってるように見えるけど気のせいかな。あのドラ猫、クモ姉ちゃんにいいとこ見せたいんじゃないの。それよりもさ、あの姉ちゃんなんか怪しいぜ。目が妙に釣り上がってるし、さっきも機密情報をこっそり盗み出そうとしてたんだ。絶対ハヤシライスや怪しいっす。カール・ルイス。全然違うっす。そうじゃなくて、あの女が怪しいってことだよ。だいたいクモとかゴキブリとかゲジゲジとか足の多いやつにろくなのいないんだよ。こないだまでディストロンだったしさ。もうくっつかないで、子持ちに見られるでしょ。二日酔いで目がトロンなんちゃって。今に見ておれ、サイバートロンめ。エクゾチータスジェットの限り。おや、しっかり捕まってろよ。お兄さんは10万馬力だぞ。ガキね、少年のような心を持った人が好きなんて女今時いないの。おかしいわね。故障かしら。
い到着。いや可愛いじゃん。きっとママだと思ってんだよ。はっきり言っとくけどね、私はまだ結婚もしてないし、もっともっとたくさん恋して遊びたいっしょ。そもそも子供なんて大っ嫌いっしょ。ダメだこりゃ、動物園の猿の方がよっぽど物分かりがいいっしょ。変身だ。いいじゃん、疲れてんだから。本当は嬉しいんじゃん。もう一度言ったら電気あんまよ。わーい、やってやって。なに、あそこっしょ。選択肢を2つ、デストロみたいにここからとんずらするか、それともサイバトロンらしくかっこよくあの子たちを助けるか。なんだか最近性格変わったわね。そうしたいのは山々なんだが無理じゃん。肝心のジェットやられちまったよ。あらあら、まったく大事な時に役に立たない男って最低。こちら役立たず、緊急事態発生だ。あいーね、聞いてんの？無線を妨害されてるわ。こんなことするのはあいつしかいないっしょ。その通りっしょ。さすが裏切り者だ。え、だってんか、裏切り者ぶっ潰してやるでしょ。アホ猫と一緒にぐしゃっと。ぐしゃっとな。だがすぐにやっちゃいけないよ。じっくりと時間をかけていたぶるんだ。ガスピーター、タランス、はい、お前たちの出番だ。お任せください、メガトロン様。新しい武器を作ったんでテストに持ってこいっす。かっこいい。お前ら二人じゃ頼りないので、スケさんガクさんにハーチベイだ。見て俺サイバトロン、今度こそケチョンと叩きのめしてやる。イラ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 。チータス、ブラックウィドウ、応答せよ。きっと何かあったんです。彼女の助けてっていう声が聞こえるんです。チータスと二人で無線切ってイチャイチャしてんじゃないの。証拠もないのにいい加減なことを言うんじゃないです。あんまり調子こいてると、その頭毛もないのに虫ってさらに埋めますよ。怖っ、こいつかなりの重傷でね。ほんと恋の病は立ちが悪くて困っちゃうな。二人ともやめるんだ。仕方ない、私が様子を見てくる。一緒に行くです。私一人で大丈夫だ。お前はここに残ってくれ。ウィドウさんの身に危険が迫ってるのに、こんなところでじっとしてるわけにはいかないです。はぁ、好きにしろ。じゃああとは頼んだぞ。基地の警戒を怠るなよ、ジェットモード。待っててください。ああ、これだよ。俺たちはいつもウルスバンで。いいね、飛べるやつは。なんでこうも不公平なんだ、まったく。プン。バカなやつらだ。まんまと罠に引っかかりよって。これで基地に残っているのはネズミとサイのダジャレコンビだけ。基地はもらったも同然だ。はい、ギッチャッチャ、早いとこやろうぜ。ミサイルガンガンぶち込んで、ネズミとサイはギッチャンチャンと切り刻んで。はあ、ギッチャンチャン。いいんでない。まあ、だってんがつが。ギッチャンチャン。やるども、かっこよく変身。おしまいで、お好み焼きじゃがら。あそこが村なんだな。待ってろよ、もうすぐ家に帰れるじゃん。バナニラバナニラ。
ったら前からどうぞ。ブーン。おお、怖っ。わあ、やられた。ブーン。頑張れ、今助かるって。ロボットモード。チータス、大丈夫か？コンボイ、やっぱり来てくれたんじゃん。どうした？くそ、しまった。なんだこれは。なんだ、いや、歌が歌いたくなる。すごい武器を作ってしまったっす。言わしてるぜ、やら。あ、ちょちょ、ケトイ、メガトロン、グッツンクワイ。あ、ちょちょ、逃して。もういいや、なんでこうなるの。だるまさんが転んだ。お兄ちゃん、こちら。のなるごっつんかい。で、ぎっちょん。クイックストライク、お前が先頭だ。ああ、任せて、ぎっちょんちょん。メガトロンちゃん、なんであいつが先なんだよ。まあ、見てろ。きっと何か仕掛けがあるはずだ。ああ、ぎっちょん。ほらな、お約束だよ。ああ、ぎっちょんちょん。ボードガンスタンバイ。ボーローガンでデストロンのやつらをボロボロにするってか。うわ、やいたな。ようやく僕らの見せ場だな。いいかだからね。はい、行ってまいりましょう。やだだな。お猿さん見っけ。かわいこぶっても容赦しないっすよ、この猿は。ノーノー。リンパ。なんという優しさ、素晴らしい。自分を犠牲にして子供を助けるなんて。やめてよ、つまずいて転んだら当たっただけだし。やっぱダメ、コンボイ助けて。お散歩中のところ悪いんだけどさ、デストロンに攻められてすんごいことになってんの。よいしょっと。ああ、頑張るんだ、ラトル。ライノックスと基地を守るんだ。いいか、頼む。うわ、激励。あら、そういいわ、ストッピー。今日耳にちよ。最低、ひでえうんち。あら、ボロボロ。撃えてねえよ。両手で撃つべ。何？お父さん？うわブーン、わぁ、よしてブーン、やめろブーン、痛いブーン。そうか、わかった、あれだ、サイバーコントロールを壊すんだ、あそこが奴らの弱点だ。メガトロン様、こちらはスピータ、失敗だブーン。けん、役立たずが。グッドスマッチ。できるの、ラッペイ。作戦変更だ。奴らを人質に取るんだ。ガハー。
糸を巻き巻き、あ、新キャラだ。糸を巻き巻き、イエーイ。えい、こっちだ。あなたのお名前なんていうの。ベブスチョージと申します。こっちの子は。なんならもう一回歌ってみろ。糸を巻き巻き、何回でも、イエーイ。なあ、イエーイ。やめろ。なかなかやるもんだな。覚えておれ、野郎ども、退却だ。えいえいえい、タラ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 、えい、こっちこっち、月頭とチャラ。デストロンのことはわしに任せておけ。一応携帯の番号聞いとく。でも、海の中って圏外じゃないの。いや、入る。ちゃん、これ見てでちゅか。いいと、じゃこれは4つでちゅか、3つでちゅよ。バイバイ、元気でな。こんなもの使ってるっしょ、何かに使えるかも。もらいっと。ブラックウィドウちゃん、案外優しいじゃん。子供たちを助けたりして。お世辞なら結構間に合ってるわ。お世辞じゃねえよ、だってほら俺たちは仲間じゃん。だろ、あなたって案外優しいのね。まったく、もう少しでやられるとこだったわ。男ならシャキッとしなさいよ。もう優しいってか。もうおならプーです。優しいだけじゃやってけねえんだよな、これが。なんかくせ。宇宙の平和を守るため、我々の戦いはまだまだ続く。みんな、頑張っていこう。ビーストウォーズ新戦士コンテスト優秀者発表だ。みんな、楽しい絵をたくさん描いてくれてありがとう。こんな仲間ができたら楽しそうじゃん。みんな上手に描けてるよ。こんな友達が欲しいんだな。私、ガールフレンド募集中です。糸巻き巻き、えっせい。うまいわよ、大きな花丸あげる。こんな部下がいたら苦労しないのにな。どうせあたちは人気ないっすよ。僕ちゃんより強そうだもん。ごっつんこ、なかなかうまいな、ごっつんこ。わしより男前じゃけえの。ちいとムカつくの。はあ、ぎっちょんちょん、ぎっちょんちょん。紹介できなかった人たちの絵もとってもうまかったよ。また会おう。ストップザウォー。元気の力、ビーストウォーズ。じゃんじゃん。